斎藤義達と敵対した光秀は、義達勢から領地や民を守るべく、腹心の利光と共に急ぎ明智領に帰還した。居城明智城にて叔父の明智光康らと合流した光秀は、義達勢との戦に備えるべく親族らと共に準備を進める。だが義達の魔の手は光秀らの想定よりも早く明智城へと迫っていた。明智城の戦い。というわけだ。ここ明智城にも義達の手勢が遠からずやってくるだろう。皆には迷惑をかけるが。よいよい、気に病むな十兵衛。皆すでに覚悟は固まっておるなあ光久。しかり道三様の死への義憤至極真っ当。明智の血脈をつなぐ者としてその行いに胸を張れ。お父上方、面目ない。必ずや明智の力でもって義達に対抗しよう。殿の並ならぬ疑心、そのゆえんはまさしくこれは止めようもあるまいな。報告、義達が軍勢明智城へと退去。急ぎ応戦のご準備を。来たか。城の蓄えも心もとない我らに残された道はただ一つ。おお、打って出て義達らを打ち払うのみぞ。よいな十兵衛。任せてくれお十兵衛方。この地も一族も明智十兵衛光秀が守り抜く。使命を果たす。殿、それがしに万事任されよ。
領地や民、明智に集う全ての者たち、任されよ。義辰の脅威から俺が守り抜いてみせる。手始めに城を狙う義辰の手勢を迎え撃つ。皆力の限りを尽くせ。城を守る叔父上を討ち取られては敗北は必定。必ずや守り抜かねば。肩慣らしにもならぬ。聞かせていただこう。やるな。我らも続け。ここは引こうかあるまい。この程度戦火とは呼べぬゆえ。この程度戦火とは呼べぬゆえ。この程度戦火とは呼べぬゆえ。先陣が崩されただと。体勢を立て直す。一度引くと開門。俺に任せろ。敵の出鼻をくじけたようだ。この機に乗じて進軍しよう。あやつらが迎撃に惑う今こそ好機。今日つき敵の砦を手中に収め。義辰様、直ちにお届けいたします。開門。開門。お相手いたす。隙を見せた。開門。こたびの進行、義辰勢の要はおそらく、タンペ、お前を倒さねばならないのか。俺はまだ強くなれる。風は俺たちに吹いている。この勢いのまま義辰らを打ち払う。かつての仲間にあだなすことになろうと。僕は君を止めないとね。開門。承知した。三部、やはりお前は変わらず義辰勢に。これが僕の最善だったはずなんだけど、今となってはそれももう僕にももっと向こう水の勇気があれば、どうか生き延びて。みな、わしらも十兵衛の奮闘に応えるぞ。ここまでだ、斎藤義辰。度重なる狼藉の報いを受けろ。来たな、明智の愚か者ども。てめえら全員ここで死ぬ定めなんだよ。義満よ、今光秀を裏切り俺につけば、数々の非礼を水に流してやってもいいんだぜ。少子、
当時は明智を殿のお立場を思うがゆえ貴様に服していたに過ぎぬ。道山様を討ち殿を苦しめた貴様はお触れのみではもはや手ぬるい。この程度戦火とは呼べぬゆえ義辰様、かの策の準備万事整いました。承知した。これで俺たちの勝利は訳されたも同然。俺は引くぜ。お前らあとは任せたぞ。全ては俺を城から引き離すための策か。守りの手薄の城が危険だ。急ぎ戻らねば。口を開けろ貴様ら。聞けぬと言うならこじ開けるのみ。城へ続く裏道だ。やはり半兵衛殿の進言通りであったか。何、かような場より敵襲とは。承知した。敵襲よもやこれほどとは。光秀、あとは全てお前に。討ち死に。ソラ、城門を開くぞ。一気火星に討ち入るのだ。開門。上司明智光康の見印ちょうだい。立ちふさがるなら叩っ切るぞ。御視察様のご命令だ。明智城に火を放て。行け。戦火に惑いし愚かな明智を一網打尽にしてやるのだ。もはや明智に残された道は。道は開けた。急ぎ城へと戻らねば。あちらで味方が戦っているようだ。我らも助太刀に向かわねば。行く手を阻む不定の輩め、残らずうがち抜くのだ。城は目前、行く手を遮る者は残らず切り捨てる。おお、来たな二田兵よ。その油で一層火気を強めるのだ。邪魔者は消えたか。では迅速に進軍いたそう。打ち死に。城外の敵がこう多くては脱出もままならぬ。もはやここまでか。開門。門が開くだ。おじゅえ、ただいま参ります。重兵か。この城はほどなく落ちる。なすべきこと分かっていような。重兵、何を弱気なことを。義辰を討ち共に領地を守り抜きましょう。愚かな明智を残らず叩くのだ。明智の当主として正しき判断をなすのだ。お主だけでも生き延びよう十兵衛。
承知した。皆撤退だ。生きてこの地を脱しよう。勝利条件変更。アナイは敗北条件変更。ただ引いては腹の虫が収まらぬゆえ、タイロの災い排除せん。明智の手勢、一人たりとも生かしておかぬ。俺に任せ。承知した。チリシーもどうか安らかに眠らんこと。命ある者は撤退を急げ。お逃げくだされ、ルチアス様。討ち死に。出たぞ、ミツヤスだ。覚悟。非常な選択を強いてしもうたが、強く生きろよ、十兵衛。討ち死に。それがしなどが天下無双に至れようとは。討ち死に。伊勢開門。開門。天下無双、それほどの力が俺に。俺はまだ強くなれる。この地を抜ければ脱出もなりまする。急がれよ殿。光秀さん、利光、やっぱりここまで来たんだね。やはり貴様はこの地でうがたねばならぬな。義達様の策を止められなかった僕が許されたいなんて思っていいわけないんだ。引くね。僕のこと恨み続けて構わないから。半兵、誰がお前を恨むものか。恨むべくは何より俺の。ここまで来れば追っては来まい。ご無事ですか殿。無事なものか。俺は何ということを。殿、利光、俺はなりませぬ。救われた命、いたずらに散らすおつもりか。いらっしゃいませ。
毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。ありがとうございました。今日はいかがなさいますか。またいつでもどうぞ。